死ぬの禁止、寝るの禁止に加えて、今回は敵もプレイヤーも近接攻撃の威力が1000倍に。最終目的はエンドラ討伐。果たして無事クリアすることができるのか。どうも、ドーゼルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ、どうもでーす。ということで本日もこちらドズボンのマインクラフト実況をやっていきたいと思います。さあ、ということでゴンさん、はい、攻撃力1000倍の、こちらのシリーズついに最終回がやってまいりました。いや、ついに、いや、今日マジでドキドキしてますよ。本当にこれは楽しみ。いや、途中でね、はい、終わるかと思った。いや、このシリーズ途中で全滅も全然ありえたけど、うん、全然ありえたよ、本当に。初め10人いた仲間たちが、うんうん、ドズボンも死に、他にペンギンとかね、はい、他のメインメンバーもどんどん死んでいく中、5人残りました。半分でもなりましたね。半分残ったんで、今日はですね、うん、ついにエンドラ戦でございます。最終回、もう最終回、絶対最終回ですね。寝るの禁止、死んだら復活も禁止で、はい、ここまでやってきましたが、敵の攻撃力近接だと1000倍になります。ただ遠距離だと1000倍になる。ブレスは多分ならない。でもね、ブレスもハードモードだから、か、正直どっちにしろ死んじゃう可能性全然ある。はいはいはい。中で今からエンドラ戦でございます。お願いします。ここまで残った、勇者たちをまずは紹介していきましょう。ちょっと みんなで擦るな。埋まってるぞ。クーをも別に行かなくていいんだぞ。クーはクーをもお前はオンリー。変なやつ教えるな、お前先輩として。変なやつ変な儀式を教えるな。じゃあみんなエンダーアイ持ってる？エンダーアイそれぞれはめていくよ。いいね、ちょっと紹介していくから、紹介し終わった後にはめてってね。まずは、今回こう一点ね、女の子で参加してくれました、くのいちの、白あんでございます。白あんさん、お願いします。白あん結構ね、うん、自称マイクラ、全然初心者ってことなんですけど、うん、まあ、初心者でもないのかな、ないよね、得意ではないみたいな感じだけど、いろいろやってくれてね。めっちゃ恥ずかしがってるけど結構ね、カメラ慣れしてないの。そうそうそう、やっぱ撮られ慣れてないっていう。忍びだから。あ、そっか、くのいちだ。くのいちはそれ撮られちゃダメよ。それよくない、それはよくない。それはあんまりだって、くのいちのたしなみよね。たしなみ。白あんちょっとはめてはめて。じゃあエンダーパール、エンダーアイを、エンダーアイ頼むわ。はめていこう。これ全部はめ終わるとゲートが開くから。いいね、ありがとう。いいね。さあ、そして、みんなの先輩ユーマ、ユーマ、ユーマ先輩。ユーマ、見た目ではね、わからないぐらい誠実かつ、そうなの、優秀、働き者、本当にそう。いつもみんなをね、絶対スキンで損してるぞ本当ね、こいつスキンさえ良ければ人気出るのに、そう、全然めっちゃ損してるスキンで中身がね、逆詐欺。ユーマ、じゃあはめてくれ。ユーマ毎回残るもんな。そう、なんやかんやね、なんやかんや最後まで毎回残るからな。そして、今回はね、動物係として、いろいろペットを育ててくれました。シロクマ、シロクマありがとう。シロクマありがとう。よく残ったわ。これもう私が死んだ時に手放したこのダイヤモンドチェック。あ、これそれ、そうだ、そうよ、形見、僕の形見、形見だから、もうシロクマ頼んだぞ。いいな、形見あるの、いいな、俺のね、いいな、俺のあの分まで頼んだぞ。シロクマ形見もあんの、いいな。じゃあはめてください。いやー、これちょっと怖いよ。あー、しっかりはまった。はまった、はまった。いやー、そして、こちら、エンダーアイさんかな？違います。え？ビー玉。あ、ビー玉か。ビー玉。ビー玉の空を。ビー玉の空。最後までビー玉だけ、紹介が。ビー玉の空をです。じゃあ、ビー玉はめてください。ビー玉じゃないからね。こっちは、はめるのはエンダーアイ。はめるのはエンダーアイ。失礼しました。失礼しました。ビー玉じゃないから、ね。空を頑張って。空をはまっちゃうから、ね。ダメよ、それは。そして、ここまでみんなを導いてきた、途中ね、ゴーレムにやられそうになりながらも。ゴーレムに、あれ一番ピンチだったんですよ。あれの、今回一番ピンチだったから。なんとかここまでやってきました。うん、隊長オンリー。ありがとう、オンリー。オンリー、急に隊長のね。いや、もうこのシリーズで成長しましたよ、オンリーは。じゃあ、オンリー頼んだ。頼んだ。はめてくれ。オンリーがはめて、これで最後か。ゲートが開いた。うわー、来た。いやー、これちょっと怖いな。もちろんエンダーマンにやられてもワンパンですから。もちろんワンパン。だからエンダーマンとみんな目を合わさないよね。そう、ほんとそう、ほんとそう。ワンパンされるから、あいつに。で、気をつけて。エンダードラゴンが、うん、こう地上に降りてきたタイミングで殴れば、うん、そう、おそらくワンパンチで。ワンパン。今度は1000倍だからね。1000発はさすがにいくでしょ。むしろ1000発で死ななかったら、あいつ体力どんだけあるっていう話なんで。本当そう。でもね、エンダードラゴンってあんまり体力
力ないんですよね、その体力自体は。体力はきついけど、回復するけど、体力自体は剣でもガリガリ減るぐらいなんで。確かにそうだね。まあおそらく1000倍だとなら1000倍の価値ならやれるんじゃないかなというところで、じゃあみんなの心の準備ができたら行きますか。行きますか。行きますか。じゃあちょっと体調、あ、待て、大丈夫大丈夫、体調の合図で、行きましょう。はい、よし、じゃあ体調オンリー、好きなタイミングで、みんなを引っ張って行ってください。ここからはもうね、うん、言えてもうみんなの団結力と、まあ、どう攻略するか体調次第だから。体調頼むぞ。体調、これちょ、僕も緊張するけど多分5人とも緊張してるような。するよ、やばい。蹴りつくにしてももう一発当たるか当てられるかでしょ。さあ行くぞって。今までのエンドラ戦よりなんか、いった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 、じゃあ僕も行きます、僕も行きます。おいしょ。怖い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 。もういきなりやられたりしないよね、大丈夫かな。うわ、エンダマいる。うわ、こんなとこめっちゃエンダマいる、めっちゃエンダマいる。なんか目合ってんじゃないこれ。合ってそう、なんかこれ目、いやでも合ってたら、合ってたらワープしてこない。ワープするか、ワープするか、うんうんうん、めっちゃ見られてたぞ今。めっちゃ怖いよ、めっちゃ怖いよ今の。みんな目そらして5人来てるもん。5人は、いや、1人いない、1人いない。あれ、1人いない。なんで、なんで、なんで、なんで。白クマいる、白アいる、ユーマがいなくない？ユーマいる。え、オンリーじゃない？いない。オンリーいない。オンリーがいない。オンリーどこ行った？オンリーどこ行った？オンリーどこ行った？飛ばされちゃった、違うとこ。あ、オンリーでも水があるってことは。え？オンリーが？やった、まさか。やったの？やったの？嘘や。なんだよそれ。嘘でしょ。どうやってよ。今ちょっと待って。今オンリー、何？ワンパンだった、ワンパンだった、ワンパンだった。隊長、隊長、隊長、何して。ちょっと待って、今だって完全に完全にみんながそこになんか壁作ってたからね。え、そう、みんな集まって戦いがスタートするのかなって思って、オンリーこっち側見たらちょうどエンドラが爆発してた。嘘だろ。嘘だろ。なんじゃそりゃ。こんな終わり方ある？なんでそう簡単に終わってんの。嘘だ。さすがにもうちょい、さすがにもうちょいハラハラするかと思った。エンドラの姿見てねえよ。最後に見たエンドラはバーンって花火になってるエンドラだ。花火のエンドラだけ。怖い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 。もういきなりやられたりしないよね、大丈夫かな。うわー、エンダマいる。うわ、こんなとこめっちゃエンダマいる、めっちゃエンダマいる。なんか目合ってんじゃないこれ。合ってそう、なんかこれ目、いやでも合ってたら、合ってたらワープしてこない。ワープするか、ワープするか、うんうんうん、めっちゃ見られてたぞ今。エンダマめっちゃ怖いよ、めっちゃ怖いよ今の。みんな目そらして5人来てるもん。5人は、いや、1人いない、1人いない。あれ、1人いない。なんで、なんで、なんで、なんで。シロクマいる、シロアいる、ユーマがいなくない？ユーマいる。え、オンリーじゃない？オンリーいない。オンリーがいない。オンリーどこ行った？オンリーどこ行った？オンリーどこ行った？なんか飛ばされちゃった、違うとこ。あ、オンリーでも水があるってことは。ええ？しかもこれ、あ、水で、だから避けたんだ、エンダーマンを。なるほどね。エンダーマン、さすがです隊長、一生ついていきますびっくりしたよ。あーでもそれは確かに今回の作戦は良かったかもしれないですね。1人ずつ行った方が、だって5人で行っても別にワンパンチで決まるから。そうだね、そういうあれだったのかな。あまりにも早かった。いや、あまりにも早かった。オンリー隊長、オンリー隊長、ちょっと、あ、今何チャット書いてんのか。オンリー隊長やりますね、本当ワンマン隊長だった。いやでもね、うん、ここまでみんなが5人生き残ったのも、そう、それがすごい。やっぱオンリーだったから今回は。それは言えてるね。オンリーだったら確かにね。オンリーのね、手柄だし、僕初めて見ましたよ。エンドクリスタルが全部残った状態。全部残ってる、全部残ってる。エンドクリスタル全部残った状態で、エンダードラゴンを倒すっていうの初めて見たんで、まあそういったところでね。いや、じゃあみんな、エンディング用の、はい、家建てて。エンディング用の家建てて。エンディング用の家？エンディング、そう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 、エンディング台建てて。エンディング台、ボンジュールの素材がねえって言ってる。黒だね。ボンジュール、あ、あるあるある。あ、なるほど、なるほど、ね、ちゃんとみんな作ってる。オッケーオッケー。ボンさん今回一番最初にやられてったからな。そうなのよ。え、そうなの。俺なんなら、うん、だって 2話で死んでるからほとんど、俺ほとんどやってないよ。やってないですよね。ほとんどやってない。ずっと神の声だったから。よし、ボンジュールの、あ、足りん？足りん？あ、じゃあいいよ、髪の毛は。うん、髪の毛、髪の毛。継ぎはぎにするなよ、この髪の毛を。髪の毛いいよ。継ぎはぎにする、うん、いいよじゃないよ。
中途半端なところで工事終わらせない。ああ、継ぎはぐの。継ぎはぎだな。ちょっとちょっと。ひどいな。あ、なるほど。土でね。土でね。サングラス以外。ちょっとみんな頑張って作って。よし。じゃあ最後ちょっとエンディングのボンジュール像を立てて、みんな終わりましょう。何エンディングのボンジュール像。いやーでも今回のねこの攻撃力1000倍シリーズはいつもに増してマジでスリリングでした。いやーすごいだよね。今回怖いもん。え？怖かったもん。怖い。その僕たちやってる時もすげえ怖かったですし、その死んだ後もねハラハラするシーンがめっちゃあったから外から見る視点も良かったですね、うん、いや面白かった面白かったちょっと待って素材が足りないにしてもしちょっとなどういういやまあ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 カツラがねカツラじゃないからカツラじゃないからな、はい、あ足りぬやっぱどうやっても足りないかでも仕方ない、仕方ない。いやいやどうやっても足りないおかしい。坊さんのえどうやっても足りないって言い方よなんか変なことになってるいやいや仕方ないやっぱ足りないものは仕方ないからじゃあみんな並んで並んで、なんかボンジュールキングダムみたいになってるけど。何これ。いいよいいよ、もう仕方ない仕方ない。ここに残そうボンジュール像は。うん。じゃあこっち向いてみんな。こんな像がずっと残んのやだな。え？はいということで、本日はですねこちら攻撃力1000倍の世界で、うんエンダードラゴンを倒すというこちらのシリーズですが、もう本当に最初の方で全滅もね覚悟したんですけれども。です。まさかの半分の5人が、ね、残ってくれました。今後もですね、うん、ちょっとあの視聴者参加型のこのシリーズは、ね、どんどんお送りしていきたいなと思っておりますので、はい、今回の縛りはね、かなりクリティカル。面白かったですね。まあ、よく言えば、はい、最後まで残りたかった。いや、マジでそれ。途中で死にたくなかった。本当に、自分がプレイヤーだったら最後の最後までめっちゃ。いやー、残りたかった。それはあるな。それは悔しいですね、うん。またちょっとリベンジしましょう。しましょう。はい。攻撃力1000倍以外にもね、いろんな縛りで、うんエンドラ倒したり、海底神殿攻略したり、いろいろやっていきたいと思いますので、はい皆さんぜひですね、こういうのやってほしいとかコメントあればね、ぜひ、コメントしていただければなと思います。お願いします。そして皆さんの推し面もね、ぜひコメントで、みんなもね結構ね動画にコメントしてくれてるんですよ、ねだから皆さん、はい、ぜひねグッドボタンとか押してみてください。いやーでもねシロアン今回はありがとうくのいちねくのいちシロアン今回ありがとうね。最後の最後までだってボンさんにこだわってるもんね。確かに像を作ってくれてる。最後の最後までゾウにこだわってるからシロクマありがとうね。シロクマありがとう。シロクマありがとう。正直ねシロクマね、うん、結構序盤で死ぬかと思ったなんかおぼつかないから、まあ、確かにちょっと今日端末の調子も良くなくてそうそうそう、カクカクなってたりもしたけどそんな中でも頑張ってくれたありがとう。白くんありがとう。そして、やっぱりねこの最後までユーマいるのよ。ユーマだって今んとこ全部最後までいる感じ。ユーマ死んだことないんじゃないそんなことあるこのシリーズ。いやまあ、裏切り者シリーズ。裏切り者だったんだ。で最後そうだ裏切り者だったでもそれ以外は本当に死んでない気がする、ね、うん最後まで頑張って、くれました。ありがとうございます。そして、ビー玉のクーをビー玉結局ビー玉しかやっぱ印象残らんなビー玉ありがとう。エンドラ戦で活躍したよ。してないよ。エンドラ戦でも敵の目を引きつけるこんなに最初見てたね最初エンダーマンがもう全ての注目がやっぱこの派手なビー玉に行くから。見てたクーありがとう。ありがとうビー玉ありがとうそして、今回の英雄オンリー一人でエンドラをやっつけちゃいました。一人でやっつけたマジでマジのワンパンマン本当にね、オンリーのための、ね、シリーズでした。ありがとうございます。ありがとうございました。というところで、以上5名ですがね、はいまた視聴者参加方、どんどんやっていきて、あロンリー録画してますって。本当にだからオンリーの、目線の動画ももしかしたら、ねうん、この後流れるかもしれません。どうやって倒したのか。どうやって倒したのか。そちらもぜひ皆さん最後まで、ご覧ください。お願いします。というところで、じゃあ本日のシリーズ、こんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。またねー。よろしくお願いします。なんか、坊さん食いつきが良すぎません？ちょっとダイヤ見つけました。え？自分で。ああ、なった？なんでどう壊されてる？坊さん正面だ。そうそう、今俺が引き寄せたら引き寄せるから。怖い。危ねえ。あぶね。びっくりした。びっくりしたもん。言ってよ今の。いや。ああ、子供ゾンビ。しかない。ああ、やだ。死ぬの早っ。坊さん、天国でも元気でな。
近ねちょっと混ぜてるんですよ、ね、ペンギンだけなんか時間が3倍ぐらいあるんじゃない。早いペンギン貴族の生活してるこいつだけえペンギンゾーン見て見て、ボンジュールの顔になってるこれ。ペンギンの部屋ね、ペンギンの部屋。あれペンギンハウスができた。あー、ダイヤありがとう。すげえ、ペンギンもの喜んでるし何儀式なのカボチャかぶるのは多分映んないから本当に知らないペンギンが倒された。ハスクこれね、アメリカのテネシー州からね、テネシー、はい、時差を乗り越えてね一人だけすごい時間にやってますから本当にアメリカだから、うん、なんで女の子にしてますしてます、まあ、ガンクラがほらガンクラごめんなさい厳しいよ、そういうのはガンクラ大丈夫それだけ本当に大丈夫多分そうだいやガンクラ燃えてるガンクラ燃えてる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 大丈夫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 待って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 、ガンクラやられたやられた、でもエンダーパルできた階段勝ちでちょっと早くないか。もうおしゃれ担当って見た目してるでしょ。めっちゃやる気。絶対粘土のために危険を犯してるだろう。この二人並んじゃあかんだろう。いい外に出なくて、外に出なくて。行こう行こう行こう。ちょっと待って。いい感じいい感じの要塞。無理。めっちゃいい家できてる。あらか引っ越しの可能性が高まってきた。大原メーンをファントムに倒されて。大原メーン。なんで出ちゃうかな本当に。ああびっくりした。あワンパンだ。おのおのおの俺に投げつけるな。整理が苦手なんだ僕は。ほら。いたでしょいたでしょ。あ何これびっくりした猫かい。猫かい。ああ襲われてる襲われてる。ああそうになった。チェストないの？みんな、ありがとうありがとうありがとう、ああよかった帰ってきた。危ない、もうそ落下しはやめて。たまたま要塞見つけようとかすんなよみんな。これが。え、これ戻ったらどうなる？戻ったらどうなる？え、死んでしまった。なんでなんでなんで？なんで？僕もこのゲームから降ろされました。そうだ。どこ？なんでだよ。シロアンはくのいちらしいよ。あ、くのいち。そう、腰にほら手裏剣つけてるし、職人で作ってくれてる。あ、ありがてありがて。あ、ありがて。シロアンがあれしてくれてる。助かるよ。え、なんだ。落ち込んだふりして。ふりってなんだよ。あ、ボンさんがいなくなって残念だな本当に。あ、これ甲冑ってやつ。はいはい、甲冑だ甲冑。節約上手。すげえな。私のチェストをなすりつけ合わない。なすりつけ合ってる。あ、くのいちやっぱ気づかれないわ。さすがさすがださすがだ。気配がない。白なのに黒いの。見てるみんな見つめ合うな。白熊白熊めっちゃ見つめ合ってる。どうすればいい分かんない分かんない分かんない。ベッドを作りやすくしてくれてるんだね。白熊ありがとう。すげえ目立ちたがるやん。ちょすげえジャンプ力あるな。ハサミ使ってる。毛を刈り取る形をしているっていうね。いいかもしれない。あーナイス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 。いいよいいよ。クワいらんよ。クワは一番いらんよ。誰かの動画見すぎだって。メラ見つけたのも白熊。確かに確かに。もう私が死んだ時に手放したこのダイヤモンドチェスト。あ、これそれそうだ。そう片ユーマユーマ行くね。長くなってる。あおーナイス。広場の階段は別に今いらんから。ユーマこのチェック好きなのよ結構。おしゃれを重視するあまりこう機能性が失われてるっていう。今着るものじゃないこれ。今回またこういう時ユーマ近くにいるんだよね。ちょめてこっち。まいまいまい。ユーマ井戸の下に井戸の下要塞探すな。要塞ないぞ。ユーマね船作るの苦手なんすよ。見た目が邪魔してるだけで超優秀優秀すげえ優秀よユーマ本当は。なんだビー玉なのかな。ビー玉クオでビー玉のクオビー玉のクオでビー玉のクオ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 クオあれか。すげえかまどがいっぱい。すげえめっちゃおしゃれなんすよ。みたいなの作ってくれてる。あ剣持ってたらあのワンパンじゃないかも。クオも優しいね。いつもね後ろの後ろをねクオも気をつけろよ。クオも気をつけろよ。ペコペコしてペコペコ謝って謝って許してくれた。あ何やってんの何やってんの。裏切り者や裏切り者やクオ。ビー玉しかやっぱ印象残らんなあとはあそこにネザーの雰囲気あるんだけど。ちょっとあの顔取って燃やすな燃やすな。やめろやめろ炎上させな。オンリーは何やってんの。違うオンリー何やえターンおじさんやってるわ。おじさんやっぱりオンリーでもやるんだね。ターンおじさんオンリーちょっとリーダーで。あオンリーリーダーで違うゲームでフォートナイトみたいな。フォートナイトフォートナイトみたいな。チョキとグーオンリー敗北決めた。チッじゃないおいリーダーだろリーダーだろおいおいリーダーだろ。いるか
イルカ気をつけて、イルカ気をつけて、押されてる押されてる、違う、あ違うめっちゃもうオンリー VS ゴールド、これは助けられない、これは体調気がない、体調気がない体調乗せてもらってる、乗せてもらってる投げて、おお、しかしたもう、ね、このね、冒険でね、ああ一番成長した、成長した、もう兄貴分、兄貴分になった、これみんなの兄貴になったよ、ワンパンだった、体調体調